どうも山田亮です。久しぶりの屋外動画ですね。屋外動画で今日どこにおんねんということですけれども、鶴橋にいます。今日ちょっとね、鶴橋のから歩いて、ちょっと行ったところで楽しい会があるので、ちょっと距離があるんだけど早めに鶴橋の駅で降りてですね、本当はあと 2,3 駅先まで乗った方が近いんですけど、鶴橋で降りて、でそこから歩いてそこへ行ってみようかなというふうに思ってですね、久しぶりです、鶴橋の商店街歩いたの。なんかかつてよりめちゃくちゃなんか人増えてて、店も増えてる気がしますね。こんなことになっているのか鶴橋、びっくりしました。でここから先行くとちょっと人多いんで、人いない方をあえて行きますね。今日は別にあの鶴橋の商店街をご紹介したいというわけではないんですよ。YouTube をやり始めてから、そして今経済の本を書いてるからかな、面識経済っていう本をね書いてますけど、面識経済書いているからかもしれませんが、やっぱり原稿書きながらですね、自分の今までの SNS の発信を反省したんですよね。反省したよっていう話は YouTube で喋ったと思います。端的に言えば何だったっけ、 Facebook やめましたってことですね。やめてはいないけど Facebook であんまりつぶやかなくなりました。でなぜかというと Facebook は心の準備ができてないのに、どんどんこうスクロールしていくとですね、急にこう話題が出てきちゃうということですね。あの YouTube の場合はなんかこうこれクリックしてこの話聞こうって心の準備してから聞くから、そこで例えば鶴橋ですとかいうふうに言われても、それはその鶴橋行ってるっていうことを分かった上で見てくれたりするから、気になきゃ途中ですぐ消せるわけですよね。つまり心の準備ができていて何かを見る、だからいいな鶴橋なんか行けてっていう、まあいわば欲望と嫉妬の心がですね、まあ生み出にくいというか、あの分かってクリックしてるから、僕の YouTube の場合はサムネがないから分かってなかったよっていう人多いかもしれないですけどね。なんだよ急に鶴橋の美味しそうなあのご飯の話かよって言ってちょっとびっくりして怒られちゃうかもしれませんが、通常の YouTube であれば大体何かこうあそこ行くのねっていうようなことが分かった上でのクリックだということになる、それから動画が始まるということになるので、人の心の中に欲望とか嫉妬を生み出しにくいんじゃないかなと僕は思ってます。ちょっとこっち行ってみよう。で一方でその YouTube じゃなくて、Facebook とかあと Instagram っていうのはなんかこう画面をスッスッとこうスクロールしていくとですね、あの予期せぬ羨ましい写真とかが出てきちゃいますよね。私海外にいますとかですね、突然この前の人のやつの次をパッと見えたら、私こんな美味しいもの食べてますとかですね、なんかこんな人と会いましたとかですね。でその度にみんな人がですね、わいいなとか羨ましいなとか、あとはちょっと悔しいなとか、そういう気持ちを人々の心の中に生み出してしまいますね。で広告っていうのはそれが一番こう大好物なわけですね。あの人の気持ちの中にいいな、羨ましいな、悔しいなって思った瞬間にですね、パッと広告を出せばいいわけですから、その点からすると SNS というのはやっぱり広告向きであり、でその SNS の広告をうまく使って、今広告の出稿量がテレビよりも多くなりましたという、そういう結果になったわけですよね。でこれがですね、やっぱりあんまり経済という面から、経済と道徳、経済と倫理っていう面からすれば、ちょっとあんま良くないんじゃないかなって思うようになってきたので、今もちろんFacebook 等の SNS ね、 Instagram やってる方がダメっていうわけじゃないんですけど、個人的になんかそこやるのはあんま良くないのかもしれないなって思うようになったので、ちょっと今 Facebook 止めてるんですよ。で YouTube の方でみんながある意味ちょっと心の準備ができている状態でクリックしてくれるようなメディア、これも SNS ではあるんですけれども、なんかそれに限ろうかなというふうに思ったわけです。じゃあ今山崎の Facebook どうなってんだっていうとですね、うちのスタジオ L の告知っていうんですか、何かこの今度ワークショップやりますとか山崎講演会やりますとか、こういうスタジオ L がつぶやいてくれたやつを基本シェアするというのが僕の Facebook のアカウントになっていて、でインスタグラムの方はほぼ止まっているという感じですね。で、それでいいやと思って1年ぐらい暮らしてきたんです。だから今こ
この1年間のフェイスブック、僕のフェイスブックはほとんど何も上がってないという状態なんですが、この間ですね、ちょっと昔のワークショップに来てくれた方からの、まあ、メッセージのやり取りの中で、最近山崎さんがフェイスブックで近況報告してくれないんで寂しいですっていうふうに書かれてたんですよ。で、それって、そういうこともあるのかと思って、要するにあいつ生きてるかみたいなことですよね。フェイスブックであちこち行きましたとかあれ食べましたとかいうふうにしちゃうと、人の気持ちの中に欲望や嫉妬を生み出してしまう危険性はあるんだけど、まあ、だからといって止めるとですね、今度あいつ大丈夫かってなるっていう、なかなか難しい問題があるなと思いました。だからどうしたらいいんだろうってちょっとこう思いながら、今日は一個だけ写真をフェイスブックに久しぶりに上げてみました。だけどこれどういう写真上げればいいんですかね、こういう場合って。いや、なんか食べてるとか今日ツルハシ行きますとかはダメですよね。ダメっていうか、人の欲望と嫉妬っていう面からすると、大阪のツルハシ行ってみたい、まあこうなりますわね。だから何をアップしたらいいんだろうって思った結果ですね、まあ、駅から電車に乗って鶴橋に来たんですけど、その駅がちょうど川にかかった駅なんですよ。橋の上にある駅なんです、うちの最寄り駅が。で、駅で待ってる時にですね、その下に川が流れてたんですけど、冬はですね、その川に水が流れてないんですよ。全部伏流水になっちゃっていて、でもう水が流れてないので、フェイスブックにその写真を撮ってですね、うちの近くに流れている川は冬になったら水がなくなります、伏流水だけになるのかなってアップしてみました。これならですよ、僕の思う、欲望と嫉妬を人の心の中に浮かばせないアップの仕方かなと思ったんですよ。もしこの、YouTube を見てですね、本当かって思う人はちょっと Facebook 見てみてください。山崎の最新のFacebook の記事、これすっごいしょぼいですね、水のない川の写真があって、で水流れてないねってことだけが報告されてるんですけど、これで人の気持ちの中に羨ましいとかなんかが出るのかなと。要するに地名も入れなかったんですよ。うちの近所の川っていう言い方にしたので、まあ、兵庫県行きたいみたいなことにもならないようにですね、なるべく。で、若干曇りの写真だったので、晴れてる日に外に出れていいなみたいなことにもならないんじゃないかなと思ったんですね。なので僕の中では Facebook でアップしていいのはこれぐらいなんじゃないだろうかって思う写真を上げてみたということなんですが、皆さんにとってはどうでしょうね。いやー、でも何がおもろいねんっていう投稿でしたよ、それ。だからこれからいいねがどれぐらいつくのかとか見てみようと思いますけどね。いやー、反応は薄いと思うな、あんなんでもまあ、もしこれから上げるとすればそのレパートリーでしょうね。なのでちょっとこう、これから僕は Facebook をもう一度上げていこうかと思うんだけど、人の欲望と嫉妬を煽らないような上げ方ってどういうものかの調査研究として、Facebook に記事をポツポツ上げてみようかなというふうに思いました、という話をですね、まあ、その鶴橋の美味しそうなお店がたくさん並ぶ商店街の写真とともに Facebook には上げられないですね、上げられないですね。そういう話をしながらもなんだか羨ましいなって思わせちゃいますからね。なのでこっちはもう YouTube の方で上げた方がいいやということで、 YouTube の方でちょっと話をさせてもらいました。さて、じゃあもう一個の商店街行くか。ですね、駅から歩く商店街とちょっと大きな通りを越えてからの商店街と2つあるんですよね。コリアンタウンっていう方行って、僕は、まあ、どっちも大好きなんですけど、今駅すぐの商店街群を抜けてきましたが、ただね、おしゃれカフェとかね、久しぶりに来ると今までなかったなって思うような店が増えていて、まあ、これもコロナ後のインバウンドの、ね、結果なのかもしれないですね。わ、すごいなっていう気がしました。わあ、なんかそれと人がめちゃくちゃいる。ちょっとじゃあコリアンタウンの方にも行ってみたいと思います。とりあえずこの動画はこれで終わりにしようかな。はい、どうもありがとうございました。